我こそは北方連合所属、天才メカニックのソーブラジーテリノイだ。どんなメカでも全部任せるがいい。よくぞ帰ってきた、同志指揮官。ん？執務室がちょっと騒がしい？ああ、心配無用。それはこの天才メカニックが機械の改造をしているからだ。誇りはメカの大敵なり。作業場にいまいましい奴らに侵入されないよう、毎日隅々まで掃除しているぞ。さすが私だ。耳をかっぽじってよく聞いておけ。このベアリングの回転、レバーの引っ張り、偽装が刻むリズム、惚れ惚れするメカのこだわ。プラスチック？却下だ却下。金属より全然信頼性のない素材なんか、パーツ作りに使えるものか。一見綺麗な執務室だが、この天才にはもう隠れた埃が見えている。お掃除の時間だ、同志指揮官。遠慮するな、思う存分なでなでするがよい。お、偽装のことじゃないのか。これでも女の子だぞ。この天才メカニックソーブラジーテリヌイの特製ゴーグルは、加工作業の時でも両眼保護がバッチリだ。新しい任務だ、同志指揮官。大変だからってひるむんじゃないぞ。ふう、これにて任務完了。さすが天才の私。決めるー。うわー、この前頼んだパーツまだ届いてないって。出撃ご苦労。戦いで破損した偽装をついでに回収してほしい子はいるか。ピチピチでピカピカにすると保証するぞ。壊れたメカは他人に直してもらえるが、犯した過ちは同志指揮官、自分でちゃんと反省すべし。大自然の美しさと違ってメカの美しさは、人類が千年かけて発展させてきた技術が成し遂げた唯一無二の印だから、この私も心酔しているのだ。ふっ、そや！何をしているかって、偽装の調整だぞ。
摩耗した部分は後でバフで磨いて仕上げるから心配ない。同志指揮官よ、興味があるなら小さいガジェットでも作ってみないか。あ、偽装のメンテ用とかじゃなくて自分用に使える何かだぞ。この天才の私が手取り足取り指導してやろう。確かに私は毎日メカのことばっかり口にしているし、メカばっかりいじってるけど、それはメカフェチというか、好きな人がメカだったらいいなって思ってる意味ではなくて。わかるだろ。委託の物資だ。どれどれ。ふむ、この鉄の箱は頑丈そうだな。多分使えるぞ。偽装強化成功。さすが天才の私だ。今こそどっちの装備が上か思い知らせる時だ。お前らを片付けるのはネジを締めるのと同じくらい楽勝だ。どうして動かなくなった。偽装動け。なぜ動かん。まとめて吹っ飛ばす。これはもうメカ的にありえないのでは。you